ね、大丈夫やったって。酔わへんかったかな、みんなが。よっこら小一。あれ？落ち着けへん、安定に。レアレアじゃない、ピアスつけてる姿なんて。今日は湿気でね、前髪がねやられてしまって。あとね、これもつけとってん、ちゃんとハーフアップしとっての、この辺かな。見えへんけど、ほらこうしてたんです。今日は大富豪配信をしようと思って。何分くらいしようかな。52分から入ろうかな。53にしよう。やっぱ改めまして、皆さん、今日はトーク会、現地でトーク会でした。ありがとうございました、来てくれた方ね。2日間連続で今日ペアルックトーク会ということで、チェック柄を着てたんやけど、かわいいやろ、これが着たくて。なんかちょっとかわいいデザインで、ガーリーな服っていうかな。いやいやいや、あと1個で絵合わせが全部揃う。これさ、反射すんのかな、見せちゃうと。見て、あ、全然わからんやん、全然映らんかったわ。なんかそういうやつなんかな。53分から大富豪入りますね。嬉しかった、今日チェックのね柄をつけてくださる方がいてくださって。可愛かったんだよ、なんかめっちゃワンポイントの人もおったり、ハンカチだったり、あとはね、あ、ずるいなと思ったのがあれや、そういうとこあるよねの、何だっけあれ、何だっけ、なんて言うんだっけあれ、何だっけあれ、あの首から吊るしてるやつ、チケットホルダー、チケホル、チケホルとか、あとグッズのタオル身につけてる人がずるかったな、あれ。チェックって言って、賢い、やられたってなってた。またやろうね、お揃い企画しましょう。ガチャ、あ、ピックアップガチャになってんねや今。 S 回しとこう1回だけ、時間あるから。明るミーは出るか、あ、出えへんかった。あ、泉率が高い。今日ね、トーク会始まる前に泉とおしゃべりしとって、楽しかったの。めっちゃほんまに5分ぐらい出番直前やったから。あと1分、あと1分で入るね。53分から。かわいいって言ってくれるみんなが優しいねんけど。見て、めっちゃ眉毛濃くなってん今日。なんか違うなと思ったらリリシー、リリシー。あと15秒、時計がねこっちにあるね。53分から入るで。あ、そうや、今地下ね、貧民、4321ポチ入った。あ、
っちゃ美味しそうな名前の人やねんけど。大富豪になるのは私たち。ジョーカーあげる。めっちゃ好きやで、キュンです。悩ましい。よーし、近くなった。 CM ってすごいよな。なんか見るだけでさ、行きたくもなるし食べたくもなるし、惹かれる要素しかない。テレビ見ながらやってんねんけど。さあ何を出そうかな。恥ずかしい、バレるやん。出せるカードないって言ったら。八切りな、ないねん八。今できひん。しばらへんで。ここはパス。あら、革命すんな。ここでするな。ここはパス。あら、スペさん返しほど気持ちいいものはないよな。出せるカードがここはパス。出せるカードがここはパス。パス出す速さ。あら、上がられていきましたわ。パスにしとこう。2枚。あ、ナイス。次58分に入ろうかな。2分後。貧民や。キュンです。え、嬉しい。チェック似合うね。そう、ギンガムチェックのお洋服着たくてチェックにしてんけど。はい、よし。次は1分後、58分です。まあ、今回のトーク会のチェック柄にした理由は、なんかみんなが新しく買い直さへん格好がいいなと思って、まあ、なかなかお買い物とかもさ行きづらいと思うので、だから持ってる服で組み合わせれるかなと思った中で、あ、チェックならあるかなってことでチェックにした。あとね、次やるなら何がいいってファンの人と話しとってんけど、柄で行くならドットとか、あと流行りで行くならネイルもそうやねんけど、ピスタチオカラーとかさ。ピスタチオカラーとかいいよね。最近パステルカラーが好きで、そう、実はそういう気遣いがありました、こう見えて。はい、みんなあと15秒後に入るで。 Are you ready guys? 8 7 6 5 4 3 2 1。対戦。はい、たん。あら、いいひん。近くくるが。松本近子、手加減は無用やで。無用やで。
枝豆みたいな色やな。おい枝豆ちゃうわ、ピスタチオカラーと呼んでくれ。流行りやで。なんかちか枝豆さあんま好きじゃなくて、よくなんかおつまみ食べるなら好きっていう人いるけど、あんまなんか好まへんねんな。サラダに入ってる枝豆とか皮が剥かれてるのは好きやねんけど、多分単純に自分が剥くのが苦手なんやと思う。皮を剥くというか、なるほどね。手が汚れるの苦手で、例えばカニとかも食べるの苦手やし、あ手が汚れるのあるかな。手羽先とかも苦手やねんな、食べるの。うまく食べられへんだけなんやねんけど、ただ単に。次ピスタチオにしようかな。お嬢様やなってそれね、剥くのめんどくさいから剥いてって言っちゃう人に。え、カニは剥くのが好きやって。じゃあお願いします。あと何が手汚れるかな、食べるとき。そう言われると分からんよな、枝豆だから分からへんねんな、美味しさがまだ。まあ大人になるにつれ好きになれるのかな。あらジョーカー出すよ。お、スペさん返しじゃん。あ、ポテチ箸で食べちゃう箸があったらピザはねさすがに大丈夫かも。ピスタチオから持ってへん、みんな。こういうグリーン、ライトグリーンでもいいし。あら上がっていかられた。ハチ切りしよう。セブンのピスタチオマカロン美味しい、食べたい。買って冷凍庫へとこうかな。今甘いもの我慢しとってな。今日カホの誕生日でケーキが出てきてて、まあ一人一個ずつ取れる感じのやつやってんけど、見ながら我慢した。甘いの大好きやけど我慢した。えらい自分。我慢しました。あ、やった不合になった。3分に入ろうかな次は。じゃあちょっと可愛いやろこのピアスも。まあ撮影もあるし、最近もね自分を甘やかし し続けてたので、そろそろちょっとねちゃんとしましょうっていうことで継続して、夏に向けて絞らなければ。シュッてなりたいね。3分に入ります。今ね、符号ほんまにみんなさ、めちゃくちゃさ甘やかしてくんねんな。近くくるたくさん食べてくださいって。いや残った。はい、まだかな。あ、15秒後やで。みんな Are you ready? ...10...9...8...7...6...5...4...3...2...1 チュー。はい、入りました。あら、なかなかこの時間やってる人多いんかな。キュンです。
あ、八が欲しいのに八後編。11、12、13日。いっぱい食べる君が好き。焦らず慎重に行こう。最近めっちゃ餃子食べたいねんな。そしたら偶然ファンの人から餃子の話されて、そしたら隣にいるゆずちゃんがめっちゃ好きやでって言われて、餃子の話したことないわ。ゆずちゃんと餃子食べたいな。羽がついてるのがいいね、パリッと。階段ね。焦らず慎重に行こう。あ、いいこと思いついた。革命できるみたいだよ。餃子をね、手作りしたことあんで。でもなんか肉ダネが硬くなってあんまり納得するのが作れへんかったから。餃子の王将とか食べたよね、久しぶりに。え、もう何年も食べてへん。やった、大富豪。え、餃子は焼き餃子派だのな。水餃子はお鍋だな。いいね、行きたい。餃子食べたい。いや、餃子ね、包むの苦手やねんな。下手くそすぎて。親友と作ってんけど、近く下手くそすぎるから見ててって言われてた。ごめん、無理やわって言って。苦手やった、あれは、包むのは。よし、次は7分に入ります。おめでとう、大富豪になった。アイテムゲット。今ね、カード育成中、いろいろ。だから一応視力が低いねんな。ボーナスタイムやってるよ。ボーナスタイムやってるよ。勝負に出よう。あ、対戦ありがとうございましたって。嬉しい、配信見てくれとった。嬉しい嬉しい、こちらこそ。45秒後。なんか今日履いとったサンダルが足に合ってなくてめっちゃ痛い。靴ずれしてる。皮膚が硬くなってる。痛たたた。全然痛くなさそうな。よっこらしょ。15秒前でございます。ちょっとアイムリフライングしようちか。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、 GO! 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 4分の2。入った。お、知ってる名前があるぞ。お、言ってる名前があるぞ。大富豪になるのはキュンです。見てくれてるかな。ハチ欲しいのにほんまにハチがない。今革命しようかな。焦らず慎重に行こう。ここはパス。なかなか時差が、タイムラグがむずいな。多分地下のこの時計も合ってるとは限らんしな。焦らず慎重に行こう。焦らず慎重に攻めてきますね。焦らず慎重に行こう。ここ
うわ、これ負ける確率高いぞ。焦らず慎重に行こう。ちょっと賭けに出た。パス。ナイス。パス。まだ油断はできひん、縛るね。はあ。二枚出してください。二枚出して。二枚か三枚。一枚はあかんで。絶対やで。絶対に一枚はあかんで。悩んでるな今。さあ。おお、階段ね。うわ、絶対一枚出すやろ。二枚出して。おー、マイカー、オーマイカー、あ、あ、いいペースじゃない？言うてないやな。もう少しで上がりだよ。いや、パス、あー、いかん、ナイフガン、私やん。何分に入ろうかな。11分に入ろうかな、次。お、おめでとう。あら。さあさあ。挑戦者、求む。わいわい。で、イエイ。ボーナスタイムやってるよ。勝負に出よう。30秒後、みんな来れるかな。45秒後です。あ、そっか、一緒の人は入れ、戦えへんのか、大富豪の人は。チニ10秒前。9 8 7 6 5、もう入ろ。4 3 2 1、5。さあ、あ、もうすぐでエントリーする。入った。近く来る、来たんじゃね。お、来たね。近くのロマンスやって。大富豪になるのは私たち。キュン。やった、8切りある。なかなかさ、8を来いって思ってたら8ってないよな。うん、焦らず慎重に、ここはパス。今日の夜ご飯に食べてない。今日の夜ご飯にグリーンカレー食べてんけど、めっちゃ美味しかった。辛いですって書いとったけど全然辛くなかった。やっぱもう辛いの食べれるんだね。焦らず慎重に行こう。美味しかったな、グリーンカレー。グリーンカレーってさ、グリーンな名前からしてさ、グリーンやと思うけど、めっちゃ色シチューみたいな色やった。ジョーカー、いっとく？時間もまだあるよ。ジョーカー行ってもいいけどね。ここタリング美味しかったよ、夜ご飯。革命できるみたいだよ。革命はやめとく。革命できるみたいだよ。ハチギリ。ハチギリ、イエイ。もう少しで上がり。大富豪でございます。
えっとね、何分に入るかな。次15分に入るかな。頑張れ頑張れ。痛いな肩が。美味しかった夜ご飯。グリーンタイ料理食べに行きたいってなった。キュー。続いてあと1分後ですね。やったね、アイテムゲット。大富豪配信楽しくてずっとやってられるんやな。時間忘れちゃう。ボーナスタイムやってる。勝負に出よう。パクチー食べれるねん。それがなんか癖強い系食べれるみたいで。違う、パクチーとかラム肉も好きやし、そんぐらいかな。あとは辛いのも好きやし。癖ある料理ってなんや他。何が苦手なんやろ。逆にわさびも、まあ、ちょわさび無理やったな。わさびとあと刺身も苦手。何が苦手かな。あ、入るなんか。ゴー。対戦相手を探し中。みんなゴーだぜ。ルーローハンってやつ食べたけど何かわかん。チャーハンじゃないあれ。さあ、あー、おらへんわ。近く、次近くグルーにあったら終わろうかな。癖ある食べ物か。あ、ウニ好きやねん。謎やんな。なんかね、本当に地下の下良くないねんけど、お刺身とか高いやつは食べれるねんな。ほんとよくない。焦らず慎重に。困る困るよね。しこんな舌。いくら好き。焦らず慎重に行こう。ここはパス。焦らず慎重に行こう。ウニ美味しいよね。でもさ、お寿司屋さんさ行ったら高いから、家族と行った時とかにしか食べへん。自分で払うの嫌やから。高くて。やばい、負けた。油断した。やられた。みやこーち、これで会いやすくなったな。何分に入ろうかな。15分から始めたでしょ。19分、4分後にしようかな。ピエンじゃないよ。逆にみんなに会える、会いやすくなったからさ、いいやんなっていうプラス思考。19分、あと2分ある。残念、残念ショー。ちょっと画面を暗く。次行こう。やったね、アイテムゲット。ポチ。ちょっと SNS でも見ようかしら。あ、19分か。あと1分後。今大秘密です。あー、ブッサイク。会えるかな。
30秒前。ああ消えた。20秒前。15秒前。14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1。ゴー。4分の3入った。さあ近く来るいるか。あ、発見したのでこれがラストです。わいわい見てくれてる人やん。しかも挙動区会来てくれた人すごい。近く推し感満載。すごいよ、地下のアイコン、地下のカード、近くのハピネス嬉しいね。嬉しいですね。八切りして終えたいな。あら、2位じゃん。これ革命するんじゃない？強いカード出してるっていうことは。おお、革命した。すごい。かっちょいい。ははは。勝負はここから。三枚出せるみたい。キュンです。来ました、松本下克上でございます。よし、もう上がり。やった、連携プレイヤー近くクルートの。ナイス。ワンツーフィニッシュ。1、おめでとう。やったね、アイテムゲット。やったん。よし、今日はおしまい。おやすみって書いとこう。おやすみ。顔文字もつけとこう。よし、おしまい。ありがとうね、みんなやってくれた配信。あ、遅くなったけど今日でね、紅葉地フラグの現地でトーク会のラストの日程ということで、まあ、今日を置いたら当分こうやって直接会って話すっていう機会がなくなっちゃったから、まだね、先が見えへんから、また先が見えへんことに不安を感じちゃうけど、みんな気持ちは離れずに、またね、こうやって直接会えるイベントがあったら、まあ、状況は見つつやねんけど、遊びに来てくれたら嬉しいです。お願いしますね。7月には、ゼップツアーもね待ってるので、そちらも嬉しい。大阪で念願の凱旋やねん。めっちゃ嬉しい。またね、次のシングルが出たら、その時はぜひ地下のレーンに遊びに来てくれたら嬉しいです。お待ちしています。ライブもね待ってます、来てください。今度ね、21日、1週間後、まあ、約1週間後に劇場が久しぶりに出るねんけど、めっちゃ近くクルーが当たったよっていう人がたくさんいて嬉しかった。直接ね、劇場行くよ、当たったよって言ってもらえるのもまた嬉しくて待ってます。最近ちょっと近くクルーの当選率が悪かったので
久しぶりに金曜日はたくさん見れるかな、サイリウムとかうちわとか見れたら嬉しいです。もちろん DMM で見てくださる方もたくさんつぶやいてください。あー今日も可愛いってチカが可愛いって言わせてる感、ぜひぜひお待ちしています。今日もね、毎部ごとにサイリウム持ってお見送りしてくれて、もう最後の履ける間際でみんなが見てくれてるから恥ずかしかったり、チェック柄もね、ペアルック握手会嬉しかったし、何を言っても可愛いって言ってくれたり、おかえりただいまって言ってほしいってボロッとメールで言ったら、おかえりって言ったらただいまってめっちゃ満面の笑みで言ってくれたのも嬉しかったし、幸せ気分です。久しぶりに見たな、センター分け自分。またペアルック握手会もしようね。次次回するならチカ、このピスタチオカラーでしたいけど、わからん、絶対ネイル変えてる気がするから、その時のネイルの色でするかも。お待ちしています。可愛いやろこの服、アウトレットで買ってんで、ガーリーやんね。ほんまね、朝ね服装違う感じに合わせとってんけど、行く直前にあ、やっぱり自分はジーンズやと思ってジーンズに変えちゃってんけど、いろんな組み合わせで楽しみたいな。まだね梅雨の時期は着れそうなんで、楽しい。最近おしゃれが、いつもおしゃれ、その服装によってカバンとかも変えるねんけど、毎回カバンの入れ替え大変やねんけど、それもなんかおしゃれと思えば嬉しいし、ピアスとかも悩むけど楽しいし、昔はカバン入れ替えるたびになんか前使っとったカバンに何か忘れ物をすることが分かってんけど、最近なんか荷物減ったからかそんなね困らんくなった。ありがとうね、みんな2日間、またね会える日を楽しみにしています。トーク会次やったら絶対に会いに来てね。最近のねインスタもね、なんかいい感じって褒めてもらえることも多くて嬉しいです。次何あげよっかな、なんかバランス見ててちょっとインスタを見ましょう。今日のカノがあげとったインスタはチカちゃん撮影です。イエイ。あ、ゆずちゃんがメンションしてくれてる、メンション祭りします。ゆずちゃんとの、ゆずちゃんとの思い出はストーリーの方にハイライトで上がってるので見てくださいね。仲良しです。ゆずちゃんとねより仲が深まったシングルだ、全部の部が一緒っていう。ゆずちゃんと一緒でよかった、楽しかった。夜ご飯一緒に食べとったし、かいあち、あかっこ、こいおち、フラグ、全部の部がトーク会の部が全部一緒やったゆずちゃん。ゆずちゃんといえばなんだ、野球か。いつの間にかゆずちゃんって呼んでるっていう。つまい
ずっと一緒に夜ご飯。食べて、ストーリーで遊んで。楽しかった。ゆずちゃんとの思い出はストーリーで見れるので、ストーリーアーカイブ、ストーリーアーカイブに残してるので見てね。いいね声に出して読む、声に出して読むのが一番さ間違えへんよな。よし、めっちゃさ、メールもか、メールはちょっとね、まあいいかなと思って、真面目な時以外は。ちょっとね、今ストーリーを編集しているので待ってくださいな。いるときに。あ、今日チーク濃いめで可愛かったって正解。もうね、今撮れてんねんけど、実はお風呂メイクにしようと思ってちょっと塗っとってんけどね、初めのブーだけ濃かった。すごい、さすが、さすが女の子は気づくね。またお色メイクしようまあそろそろ30分か、終わろっかな。みんな見に来てくれてありがとうございました。明日から1週間頑張ろうね、頑張ってね、頑張ろうねおやすみなさい、みんな。また頑張りましょう、1週間。おやすみ、バイバーイ。見に来てくれてありがとう。 See you。